クランゲの悪だくみは毎度のことながらとどまるところを知らず、闇のミュータ石に封印された悪魔ダークミューをよみがえらせ、地球を破壊するという手段に出た。しかしスーパータートルズの出動でせっかくパワーアップしたシュレッダーたちもご覧の結果と相なり、セイントの大活躍とクリスミューの必死の戦いにより地球の危機は救われる。だがそんな激しい戦いを終えたばかりのタートルズに新たな事件が待ち受けていたのである。正義の亀に休息はない。守護獣降臨、メタルタートルズ登場。わお、着いた。ハロー、フジヤマ、電車、天ぷらの国、日本、ヒューヒューヒュー。やーね、ミケランジェロ、遊びに来たんじゃないのよ。ほっときなよ、ミケちゃんは空港で大声を出すのが好きなんだよ。ん、急ぎましょう、先生。へっ、いいじゃんかよ、大声ぐらい出しちゃって。おい、バカまでよ、止めろ。うるさくってかなわん。ボス、あれやばいよ。ついに切れちまったんじゃねえかな。まったく、切れたとこは飛びっぱなしでかなわんに。もうおバカちゃんに適当なところで食べてよ。何をそんなに喜んでんだ。これをよく見てちょ、素晴らしいものが見つかったのいいよ、ショッキちゃん。その名前で呼ぶなって何度言えばわかる。で、何が見つかったって。新しいミュータ石よ。ギャ
まだか。もうあの石はたくさんだ。見たくもない。人の体を勝手に変形させるわ、伸ばすわ、挙句に巨大化させるわ。それでタートルズに勝てればまだしもちーっとも役に立たないではないか。これじゃあね、今すぐ取りに行ってちょうだい。やだ。ああそう、そういうことを言っちゃうわけね。ん、今すぐ出かけないと。なんだ。うじゃー。おおおおおやだやだ。ああ、うるさいうるさい、頭が割れそうだ。行くから、その笑いをやめろ。やめてくれ。誰だっけ。確かに愉快な旅というわけにはいくまいな。忍びの里の服部金蔵が助けを求めてくるとはよほどのこと。一体あの里で何が起きているというのだ。なんだ。いてててて。ああ、やれやれ、幻だったらいいのにね。せっかくじっくりと忍びの里の取材ができると思ってたのに、とんだ邪魔が入りそうだわ。よし、行くか。タートルパワー。あのタコめ、いつかこの仕返しをしてやる。いいか、入札席を手に入れて帰るぞ。でもボス、こんなところに石があるんですかよ。知るかい。シュレッダー、こんなところまで。うん、なんて強い風なの。ゲゲボス、カメだよ。ほらカメカメ。うるさい、カメカメ言うなバカ。こんなところまで何しに来たんだ。お前たちこそ何をしている。本当にここはどこだ。なんだあいつら知らないのか。ここは日本だ。ほんでもってここは新幹線のぞみの屋根の上だい。なんと日本とな。ここは我が輩の故郷日本だというのか。ああ、何もかも皆懐かしい。おお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 お。先生、お久しぶりです。服部金蔵、お出迎えに参上つかまつりました。うむ、ご苦労。わあ、本物の忍者だわ、素晴らしい。照れるでござる、ホタル。金蔵、いや、ほんと久しぶりだな。いやいや、先生に教えを乞い、修行に励んでいた日々が懐かしゅうございます。うん、で、この忍びの里で一体何が起こっておると。はい、まずはこれを。この鏡は、我らが忍びの里の守護神、最強にして最大のパワーを秘めた伝説の鏡。ところが、なるほど、何者かがこの鏡を奪おうとしておるのだな。
さすが先生、その通りにございます。この鏡が奪われては一大事。そこで先生をはじめ皆様のお力をお借りし、鏡を守ろうと思い立ち、あのようなお便りをしたためた次第でござる。ニンニン、ねえ、その狙ってるやつってもしかしてシュレッダーたちだって言うのかい？でもあいつら望みの屋根の上で飛び跳ねてただけだよ。ちょっと待って、金蔵さん、その鏡見せてもらってもいい？うん、取り扱い注意でお願いね。の、これは強大なパワーの源であるマガタマだ。かつて我々の先祖が7つの石を磨いてマガタマにし、その鏡に埋め込んだと聞いている。それが何なの？石か。あ、もしかしてこの石の名前、日本語でなんと？美しくおおらかにして世の平和を守る石、通称ミユタ石。ビンゴだね、ドナちゃん。日本名ミユタ石、間違いない。これはミユタ石だ。そしてこの忍者アーマーをタートルズの方々に。ドロー、すげー、かっこいいわよ。なに、神さんたちがそっちに行ってるですって。そうだ、しかしそんなことはどうでもいい。この先に本当にミュータ石があるんだろうな、タコ。なきらないで、また探せばいいでちゅ。急いでちょうだい。この脳みそタコがぐちゃぐちゃごたくばっか並びやがって、今に見とれよ。ぶつ切りにして酢味噌で食ってやるからな。誰だい、朝からでかい声で笑ってるの。日本の目覚まし時は変わった音なんだな。どちら様で？お前は雪村。なんだと？雪村って誰？史上最悪と言われた恐怖の怨霊。はるか昔、我らの祖先服部半蔵がこの地に封印したのだ。だが、なぜ今？ブエー、つまり、モンスター？かかってきなさい。おい、こんな時に亡霊が目覚めるなんてまずいよな。こら、失敬だぞ貴様ら。とっとと気づかんか。シュレッダー、よく聞けバカガメども、直ちにミュータ席を渡せ。バカにバカ呼ばわりされる覚えはない。うるせえこの野郎、石はどこだ。あ、あったあった。まずい、どきなさい、どきなさい。どきなさい。金蔵、何をした？あれをご覧くだされ。ん？すごいわ。ボス、あれ何かな？我輩に聞くな。なんじゃこれ。これぞ忍びの里の隠し砦、キューバしのぎに出してみました。なんと。でも、これってやりすぎだって。上って言ってるわよ。そうか、鏡だ。野郎ども、登るのだ。取れよ。あら、ほら、立ったわ。せめえ、
安心してる場合じゃないだろ。あの連中に絶対鏡を渡すな。皆の者、続け。急ぐのだ。シュレッダーに先を越されてはならぬ。はい、先生。よし、行くぞ。タートルパワうるせえぞこの野郎。お前はバカ笑いするやつは大嫌いだ。よいか、真夏のミュータイ氏はモロ刃の剣、それを手にした者が悪の心を持っていれば悪のパワーを発揮してしまうのだ。それだけは何としても阻止せねばならぬでござる。そりゃ大変だ。結構厄介な石だな。金蔵さん、一つ質問があるんだけど。なんだ。これ城なんでしょ。そうだが、なら建物の中に入れば階段があるんじゃない。待てよ。まずいよ、レオちゃん。忍者の威厳を傷つけちゃったみたいだよ。我らは外から攻める。タートルズは内部から攻めてね。それ、どうにか威厳が保てたかな。それ、ダメなんじゃない。それ、それだ、それだ。ブレッカガミはどこなの。おお、あったあった。アキト、これでどうだ。そうだ。どうだ、どれが本物か分かるまい。もう忍者ちゃん何すんの。貴重者、貴様は本物がどれか分かっているのか。ベーカー、ベーカー、こりゃいい。それ本物を探せ。あやつらより先に探すんだ。もう少しだ。ひゃひゃ、にゃんにゃんにゃん。カメちゃんたち待ちきれないから地球が来ちゃったわ。バーカ、お先に行こう。よいしょ。本物よ。くそ、本物はどれだ。おお、それか。しまった、やった、これだ。この文字は、信じることだ。メタルビーバップ登場。メタルロックステディ剣山。メタルシュレッダーだ。なんだかわからんが、すごいパワーを得た気がするぞ。どこからでもかかってこい、タートルズ。金蔵さん、あれは一体
ミュータイ氏が悪の心に感応し、中に封印されていた闇の守護獣、すなわちメタルビーストを解き放ってしまったのだ。だがまだ希望の守護獣を呼び出す手がある。我らは鏡を奪い返す。タートルズは時間を稼いでくれ。わかった。それお前たち、必要なほど有り余るパワーをぶつけてやれ。ゲイバス、アクシャチウェイブ。メタリカルスネーカータイガーブレイク。何者？にゃはは、はサガキちゃん、ミュート席は手に入れたわ。さあ、ディメンション X に戻るわよ。バカダコ、このパワーを使わない手があるか。少しそこで待っていろ。金でもひねりつぶしてのし亀にしてくれるわ。なんで知って？だだだだ、返してもらうぞ。こら、ドラゴン。あの大バカ間抜けダコが。タートルズ、表面に浮かんだ文字すなわち希望の呪文を唱えるのだ。日本語と英語だ。親切な鏡。よし、みんな行くぞ。なんだかゾクゾクするね。聖なるミュータの守護獣よ、今ここに現れいでよ。ミュータドッキング。おーぴったんこ返事。装着。また光ったわ。彼らを信じることだ。メタルレオナルド、メタルラファエロ、メタルドナテロ、メタルミケランジェロ、メタルミューテーション。希望の守護獣様のおなりだ。次だ。守護獣様の召喚時間は6分間でござる。それだけあれば十分さ。さあ行くぜ。なんだと、それを早く言わんか。それでは先に召喚した我が輩たちが圧倒的に不利ではないか。ごめんか、うとしなくにゃろう。まずは僕ちゃんがリーフビーチャメッカー。野郎ども、ひるむな。ダークサチウェイバー、メタリカルスネーカー、タイガーブレイク。みんな止め。フェニックスボンバー。おバカ、何やってんの。うるさい、我が輩だって一生懸命やってるんだ。次は僕だ。ライオマグネード。限度というものを知らんのか。このままでは持たんぞ。野郎ども、鏡を奪って逃げるぞ。おーいいぞ。あんなさんだ。鏡は渡さるぞ。家督ぞー。クマ、待てこら。逃げるなよ、この野郎。サーキちゃん、ひとまず逃げるなよ。だーって、わ、鏡を渡せ。金蔵さん、強いんだか弱いんだかはっきりしてよ。逃げましょう、逃げましょう。うわっ、わっ、トゥ、逃がすか。サンドラゴニックバスター。ムーンタイガーブレイク。
カモノで、それ！どー！まずい！レオちゃんが押し戻されてるぞ！今だ！ありゃー！うわー！もう一回！覚えてろ！一丁上がりった。やったね！ビュー！日本の亡霊は結構諦めが早いんだね。結局あいつ何しに来たんだ？三つの勾玉は取られてしまいましたが、必ず取り返します。安心してください。片付けない。んよくやった。こんなの朝飯前だよ。あ、朝飯前だ。終わりで腹減ってるわけだ。腹減ったよ。しまった。金蔵さん、今度のしまったは何だい？この隠し砦では意外と脆いのだ。今度やばいよ。そんなの。
スーパーボディにミューテーションしまったぜ。あお、かっこいい。スーパータートルズの登場だ。必殺の武器が正義を守る。いくぜスーパータートル。スーパーデビルシュレッダー登場。ミュータントタートルズ超人伝説、メダルビーストとミューテーション、イデオメダルタートルズ、レオナルドが、ミケランジェロが、ドナテロが、そしてラファエロが最強の鎧メダルアーマーでメダルタートルズに変身。シュレッダーもメダルミューテーション、光り輝くメダルタートルズ。これが最後の戦いか。大変だ。どうしたんだドナテロ。これですよ、僕たちのコミックスがもうこんなにたくさん出てるんですよ。特製シールもついてるのね。まだまだ出るよ、お楽しみにね。今度はタートルズの遊び本だって。パズルブックに工作ブック、お面や紙相撲で遊べるのね。そしてストーリーブック、特製シール付きよ。本屋さんで待ってるよ。